こんにちは。エネルギーと社会を担当します堤です。今日私たちは非常に快適な生活を送っています。これは石油、石炭、天然ガスといった化石エネルギーを大量に消費することによって成り立っています。一方、化石エネルギーを大量消費することによって、地球温暖化問題、大気汚染、環境問題が非常に深刻になってきています。特に地球温暖化問題は化石燃料を燃焼することによって排出される CO2、 これが引き起こしていることが明白であり、地球温暖化を防止するということが近々の課題になってきています。エネルギー技術の本質を理解するとともに、エネルギーと社会の関係、これをしっかり把握し、エネルギーシステム、社会構造、それから生活習慣に至るまでですね、幅広くエネルギー問題、温暖化問題に対応していくことが重要となってきています。この講義はエネルギーと社会、経済との関係を俯瞰的に見て、かつエネルギー技術の基礎的な事項を理解して学び、そして私たちが持続可能な社会、低炭素社会を構築するにはですね、どのようにやっていけばいいのかということを考えていくと。まずはこの講義の15回のテーマについて見ていきましょう。第1回でエネルギー資源とこれまでの人類のですね、エネルギー利用しということで、どのようにエネルギーを使ってきたかということを振り返ってみます。そして現在の社会、経済とエネルギーの関係についてですね、学びます。そしてエネルギーと環境の関係について考えてみます。そして近々の課題であります地球温暖化問題について、エネルギーという視点からですね、これを考えてみます。地球温暖化問題は1980年代の後半から政治的にも注目を集め、それ以来これまでにも様々な CO2 排出量削減技術が検討されてきました。まず地球のエネルギーバランスについてご説明いたします。太陽に生体する1平方メートルあたりに受ける太陽の放射総量を太陽定数と呼び、その値はおよそ1370ワット毎平方メートルです。ステファン・ボルツマンの法則を用いて地表の平衡温度の理論値を求めますと、約255ケルビン、摂氏でいうとマイナス18度となります。そしてエネルギーを理論的に理解するためにですね、エクセルギーの視点を入れて、エネルギーの本質、そしてエネルギー変換ですね、これを学んでいきます。エネルギー変換の過程で実際はエクセルギーが保存されない場合があるということなんです。それをエクセルギー破壊、英語ではエグザジディストラクションというふうに言います。エネルギーは保存されてますから、100キロジュールは100キロジュールのままです。沸騰するお湯ぐらいの熱のエクセルギー率はだいたい 10% です。したがって100キロジュールの熱はエクセルギーとしては10キロジュール、エネルギーとしては90キロジュールと、このことによって私たちはエネルギーを消費するということです。そしてそういった基礎的な理論に基づいてですね、エネルギーの熱利用や発電をどのようにやっていけばいいのかということを考えていきます。そして再生可能エネルギーについて紹介し、どのような導入のあり方がですね、望ましいかということを考えます。再生可能エネルギーの話から始めます。この図は植物は大気中の二酸化炭素 CO2 と根から吸い上げた水、それに太陽光を浴びて光合成を行います。とここで大気中に戻った二酸化炭素 CO2 はもともと大気中にあった二酸化炭素ですから、この大気中の二酸化炭素の濃度は増えることも減ることもありません。化石燃料である石炭とか石油とは全く根本的に異なります。将来再生可能エネルギーから作った水素
を利用する水素社会ですね、これがエネルギーシステムになると考えられますが、水素を貯蔵輸送するシステム、そして水素利用のですね本命であります燃料電池について学ぶことにします。そして原子力発電の現状と課題についてもう一度考えてみることにします。原子力発電の場合に発生する放射性物質やそこからさらに出てくる放射線について強いご関心を持っておられるものと思います。ウラン235の原子核は遅いスピードの中性子を吸収して核分裂を起こし、放射性物質である核分裂生成物と200メガエレクトロンボルトのエネルギーを生成します。そしてエネルギーの有効利用と省エネルギーですね、エネルギーと生活を見直してですね、省エネルギーを図るにはどのようにしていけばいいかということを考えてみることにします。我々のエネルギーを取り巻く環境はどんどん変わっています。将来のエネルギーと暮らしはどうなるんでしょうか。そのようなテーマで本日は対談を通じてお話を進めていきたいと思います。竹内さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。2050年の日本にね、幸せな社会を残したいなというのが根本にありました。で、幸せな社会の要件というのはまあいろいろあるとは思うんですけれども、まあサステイナブルなエネルギーが潤沢に使えるというのはいくつかある条件の中の、まあ、必須の一つだろうと。持続可能な社会を構築していくためにはですね、エネルギーの観点からどういうふうにしていけばいいのかと、低炭素社会を構築していくためにはエネルギーと社会の関係を俯瞰的に把握し、そしてエネルギーの本質をですね理解して、どのようにしていけばいいかということを考える必要があります。このエネルギーと社会の講義で、そういったことを学習していただければと思います。